里崎チャンネル。ジョブ。こんにちは。崖っぷちスイッチ。セリーグ編後編です。はい。はい。今日は中日広島阪神ですね。はい。ラストですね。そうですね。はい。じゃあ中日から。はい。堂上。ね。と鈴木博士。言いましたけども。今ね。中日が。まあ二遊間はね。京田。そしてセカンド阿部とかね。出たりとか高松ね。足が速くて、ここはね起用されたりとかっていうところで、代打はね福留とかね、来たからもう右左関係なく代打に福留が出たり、あと医療ね、だからこう堂上がねちょっと一軍に居場所がなくなってきてんだよね。今年は今のところずっとファームですね。そう、27試合に出てファームでも2割3分3厘でホームラン1本っていうところで、まあなかなか厳しい戦いがね2軍でも続いてるよね。そうですね。ちょっと大ピンチだね。しかもちょっとここね、最近年々出場試合数も減ってきてるし、はい、でまたこの1軍のね高松がいい形でね、うん、今までいなかったね、で淀川のとこも盗塁増やしたいっていうところで、はい、この高松のね足があるっていう、プレースタイル、やっぱフィットするよね、はい、ちょっと厳しいね。ああ、そうですか。ちょっと崖っぷちだね、はい、まあ、崖っぷちっていう立場変わらずっていうところですか。まあでも2軍でも試合出てるので、ここしっかりね、まあなんとか数字上げてワンチャンスものにしたいですよね。あとピッチャー、鈴木博士、1軍で13試合、防御率 3.29、2勝、まあぼちぼち感、だからまあちょっといい時はマリアバレね、失点する時もあるんですけど、まあ結構リリーフで多めに使ったり、最初ちょっとライディ・マルチェスいなかったりしながら、でもまあ、もう崖っぷちからは脱出よ。もう回ってますからね。テラスでコーヒー飲んでる。まだ家の中には入れてないよ。テラスより家がもう完璧なんです。そう、でも一軍っていうテラスにいるから、そうですね、全然いい感じよ。しかもまあね、その789の前のあたりでね、あと又吉とかもね感じいいんで、まあでもしっかりねここで一軍で活躍できてるっていうところはね、いい形にねなってると思いますよ。ひとまず抜け出してると。そう。続いて広島阿部選手。阿部もね最初ちょっと出遅れたんですけど、今は1軍で2割8分9厘、ホームラン1本で、2軍でも4割4分4厘で1軍に上がってきてるんで、はい、でまあ直近の試合だと、まあ、5月8日の中日戦出てね、ヒット打ったりとか、5月3日ジャイアンツ戦2安打とか、だからまあいい形のね、まあ、役割をね1軍でできてるんで、でまあね若手の台頭もありますけども、まあその中でね堂林がね今年去年並みにねいいスタート切れてるわけじゃないんで、打率1割8分4厘とね、ちょっと昨年の抱えからねちょっと曇りがかかってるんで、その中でねチャンスも増えてっていうところで、阿部がねちょっと出遅れたんですけど、そこでねしっかり結果を残して、もう家の中で、家入りました、家の中でご飯食べてます。ああ、よかった。いい形です。もう崖とかあるみたいな、崖あるみたいな、もう余裕ですね。家の中だから、はい、まあいい形でね、まあ頑張ってるっていうところは、まあここからねカープが上がっていくためにはね、やっぱこう必要不可欠な存在になれてね、もう崖じゃないね。ああ、よかったです。さあそして最後阪神。阪神めちゃくちゃ人上げてません？やっぱりね、佐藤輝明を取ったんで、やっぱりその外野の中谷、江越、高山は。まあ、近本とサンズが決まってて、でロハスも来るし、でそうだった時に佐藤もいて、いやこれ外野大ピンチじゃないのっていうところで、多分中谷、江越、高山っていうところが挙げたと思うんだけども、まあ、今ねこの3人は、まあ、1軍にいないのね。いやだってまあ佐藤君が4番打ってますし、4番だからね。でしかも近本も外せない、サンズもねいい形になったっていうね。で今外野は島田と板山がいてね、これはちょっと大ピンチだね。そうですね。で2軍でも打率はどうでしょうと、中谷2割4分、ホームラン3本、そして高山1割9分1厘、そして江越2割5分7厘、まあ苦しいね。3割打っててほしいところですけどね。でしかも1軍の代打はヨーカーとかがいるから、そこの代打っていうところもそんな言うほど欲してないし、佐藤はそんな変わんないし、近本も変わんない。まあだから要は守備固めがいるだけなのよ、サンズとかの。でロハスも今ね大山がいなくなったところで来てるし、まあ厳しいね。そうで状況的には大ピンチだね。やっぱもうそうなると本当にまあ打つしかないっていう感じですよね。もう打つしかないよ、2軍で。2軍で、うん、でももうだからこれが怖いのよ。新人がいきなり来てレギュラー掴んじゃうと、うん、既存の選手はもう終わりなのよ。いや本当ですね。でしかもね、ここがね長く続いたらもういないじゃん。だから高山もね新人を取って、はい、ひょっとしたら近本がね阪神来てなかったかもしれないけど、うん、その後続かないから近本来ちゃって、うん、で近本に取られちゃって、うん、だから新人に取られちゃうと、うん、もう何もなくなっちゃうね。新人で活躍しちゃったらもうそこから長いですもんね。うん、長いよ、ずっとだからね、もう2サイド終わりだから、うん、だから阪神でいうとね、鳥谷がショートレギュラーだったから、はい、もうショートなんて誰も何もできなかったからね。そうですよね、うん、だそういった面でもね、これはもう、長越英語、高山はもう大ピンチ、大ピンチ。そうですね、スターが来ちゃいましたからね。うん、でもよ、はい、大山みたいに、うんまあ、ひょっとしたら怪我する可能性もあるんだよ。いや、その怪我は誰にも分かんないですからね。だからその時のために、うん、もう今もしっかり頑張って、はい、いつ来るか分かんないチャンスをものにするために常に調子を維持し続けなきゃいけないね。はいうん、で続いて、はい、北條、はい、北條は1軍でいい働きした時もあったんだけども、はい、今は1軍にいないのね。はい、で2軍で2割8分6厘、うん、でもまだ2試合しか出てないからね。はいそう1軍でもいいとホームラン打ったり9試合で2割2分2厘ですね、うん、でも中野の出現で大ピンチを、はい、中野がもうショートのレギュラーになっちゃって、うん、でその後のバックアップが木浪がいるわけよ。そうですね、うん、で山本が守備固めとかで頑張って、うん、で上田が代走とか、うん、で陽川代打、はい、だからまあいわばこの熊谷とまあ勝負だよね、うんどっちかっていうと、でも熊谷2軍でね2割9分6厘しっかり打って1軍に来てるわけよ。ピンチだね。だからもう今挙げたこの4人は佐藤と中野っていう新人に全部食われてもう大ピンチ。いい新人をでも取ってきてるってことなんですね。うんそうそうそう。でもねこういうのも取ってきた時はチャンスあったわけだから、そこやっぱ掴みきれてないからこういうことが起きるんだよね。だって毎年新人入ってくるから。そういった頑張れるうちに頑張らないと、だから北條もいい形でね、走塁とかホームランとか打って、でもやっぱこういった選手は継続して結果出していかなきゃいけないか、もしくはすごい守備とか、もう代打とか足とかっていう特殊能力を身につけて、チームのピースでその役割分担をもらって活躍するために一軍にいなきゃいけないから、はい、だから平均点じゃだめなのよ、うん、まあピンチだね。そうですね。だから今日挙げた中だと、うん、阿部だけだね、阿部はもう家の中入ってるよ。はい、あとはもう全ピンチ、うん、まだ継続崖っぷちが継続するね、はい、だからまあでもまあここからね、うん、まだまだ始まったばっかりだから、いやそうですそうですそうそう、しっかり頑張って交流戦とかね、はい、前半戦でどこまで上がってこれるか、うん、勝負だけども8月に、はい、しっかりまたチェック、その時ね何人かでもいいから上がってきてほしいですね。最低でもテラスでコーヒー飲んどいてほしいよね。そうですね、登り切って、だからまあ応援してもね、こう彼らを応援してるファンの皆さんはね、継続してしっかり応援してもらってね、出てくるチャンスをものにしてね、頑張ってる姿を見たいと思います。はい。